テレビシリーズ、バットマンより、イボンヌ・クレーグは、アメリカ合衆国の女優、声優である。1937年、イリノイ州、テイラービルに生まれる。もともとはバレリーナを、目指して、バレエの勉強をしており、バレエリュスド・モンテカルロにもところ属した経験を持つ。しかし後に、演劇の方面へ路線を変え、1957年に、 映画女優デビューを果たした。1960年代に入っても、コンスタントに映画や、テレビドラマなど様々な分野で活躍。徐々に知名度も上がっていくが、特に彼女の名を世間に知らしめたのは、アダム・ウェイストが、バットマンを演じた実写テレビドラマシリーズ、会長人間バットマンに登場する、バットガールこと、バーバラ・ゴードン役。昨今、バットマン人気が、 再熱したことからイボンヌ自身もコミコンやコンベンションなどへたびたび出席している。バットマン以降はこれといった代表作にはあまり恵まれておらず、1990年を最後にしばらくテレビ、映画からは距離を置いていたが2009年にテレビアニメーションオリビアで久々に復帰し、声優としてレギュラーキャストに加わった。2015年8月17日死去。 78歳没。これまで二度の結婚をしており、1960年に最初の結婚を俳優のジミー・ボイドとするが2年後に離婚。1988年にケネス・アルドリッチと再婚している。ありがとうございます。